女優の高畑充希と俳優の草刈正雄が、カンテレフジテレビ系スペシャルドラマ、68。才の新入社員、今夏放送、でダブル主演を務めることが7日、明らかになった。二人は初共演となる。草刈正雄、左。と高畑充希イコールカンテレ提供このドラマは、ひよっこ、NHK、などで知られる岡田義和氏のオリジナル脚本で、老舗の和菓子会社で新規事業開発を引っ張る工藤真由子、高畑、と、そこにやってくる40歳年上の新入社員、陣井本和夫、草刈、が繰り広げるヒューマンドラマ。ヘッドハンティングで会社にやってきた真由子は、結果を求められる仕事のプレッシャーに苛まれ、追い詰められていく中。会社人生の終わりを覚悟するほどのトラブルを起こしてしまう。落ち込む真由子に、社会人、そして人生の大先輩である新本が、ある言葉をかける。高畑は、撮影期間は10日間ほどでしたが、夢のような時間でした、と言い、まず岡田さんの脚本が素晴らしく、セリフ。がわざわざ脳みそを通らない、というか、役がそのセリフを言うだけで、どんどんその気持ちにしてもらえるような。言葉に手を引かれているような安心感がありました、とコメント。草刈との掛け合いについては、私にとって満たされすぎて怖いくらいの瞬間が何度もありました。もうずっとやっていたいなぁ、と、ほわほわした気持ちでした。あの時間は、私にとっての財産です。すっごく楽しい現場だったので、連ドラになれば良いのに、と充実の様子。で、どの世代の方にも、気を照らうことなく刺さる、素敵なお話です。お楽しみに、と呼びかけた。一方の草刈も、いやあもう、本当に素敵な本だったので、これをやれるのは役者冥利、冥利、に尽きると思いました、とご満悦。高畑は、以前から気になっていた女優で、共演できて嬉しかったです、と言い、無理なく素直に役に入れました。本が良いということです。別に何の先入観もなく楽しんでください。このドラマは、これからの時代のテーマではないでしょうか。と予告している。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。